待たせて悪かったな。ちょっくら下調べに手間取ってよ。構わんさ。君の神城への潜入計画には私も期待する。あの、私はなぜ呼ばれたんですか？突然呼んで悪いな、神城優子さん。電脳探偵のコネクトジャンプ、俺のハッキング、この計画はその3つが合わさって初めて実現でき。コネクトジャンプ？ああ、あんたは知らなかったか。おい。反電脳体？そんなことが現実に起こり得るなんて。なるほど。でも、納得しました。それで時々、エデン症候群、あなたも。いえ、何でもありません。話を遮ってすみませんでした。続けてください。じゃ、作戦の本筋を説明するぜ。今回の侵入プランのゴールは、神城のアバロンサーバにある機密情報のさらに奥にあるトップシークレットエリア、通称秘密の部屋だ。秘密の部屋？つまり、神城の最高機密エリアってこと。言い換えれば、歴代 CEO、今は岸辺の個人フォルダさ。聞けば、京子さんたちは以前神城の…まったく、そこらのハッカーチームより恐ろしい探偵事務所だぜ、ここ。素直に賛辞は受け取っておこう。しかし、なるほど。それでさらにその奥のエリアに目をつけたというわけか。そういうこった。コネクトジャンプを使えば機密情報データベースまでの侵入は可能だ。まず、神城のコネを使って、特別招待枠として、俺たちを神城本社の体験会に招き入れてくれ。神城の CEO、岸辺理恵が言ってただろ？エデンの大規模アップデートの、お宅にはその会場の端末から、機密情報データベースへ侵入してもらう。侵入したら、機密情報データベースの招待 URL を俺に転送してくれ。そうすれば、俺も侵入することができる。
そこから秘密の部屋に潜入するというわけだな。ああ、そこに保管してある情報さえ手に入れれば。でもって、お宅にはもう一丁コネを使ってもらいて。秘密の部屋に入るためのパスコードは毎日変更されてるらしくてな。パスコードを知っているのは CEO の岸辺だけ。岸辺に近づけるのはオタクだけなんだ。私にパスコードを盗み出せって言うんですね。ま、そういうこった。最高機密エリアに入ったら、京子さんと通信できるようにセキュリティを解除しておく。京子さんを経由して、俺たちにパスコードを教えてくれ。うん、なんだよ、今さら協力できないと。いえ、それは構いませんが、一つお願いがあります。秘密の部屋にはおそらく父の上城悟の手記や研究データも残っている。それも一緒に手に入れてもらえませんか。そこにはきっと父の自殺の真相やエデン症候群にまつわる情報もあるはずですから。なるほど。確かに前回は決定的な情報を見つけることができなかった。秘密の部屋になら、あるいは、ということか。ああ、そういうことなら構わねえぜ。手間は変わらねえしな。ま、もっともそこにそのデータが本当にあるかどうかはわからねえけど。そうですね。もう一つデータの保管場所に心当たりはあるんですが。エデンの量子的演算処理及び制御の要であるバルハラサーバー。エデン初期からのあらゆる履歴を刻む。あそこになら確実に。おいおいおい、ちょっと待てよ。バルハラサーバなんて、ずいぶん物騒な名前を出してくるじゃねえか。あれは、レジェンドクラスのハッカーも寄せ付けない、世界有数の超高難度セキュリティの塊だぜ。ほう。自信家の君が弱音とは珍しい。痛い目を見た経験でもあるの。
うるせえな。とにかくあそこはダメだ。少なくともハッキングでどうこうできる代物じゃない。でもデジモンプログラムを利用したハッキングにはきっと対処しきれない。なんだって？いえ。とにかく秘密の部屋に潜入する時点で綱渡りなんだ。バルハラサーバーにまで行けってんなら話、俺は手を引く。ここで君に降りられては元も子もない。では今回は秘密の部屋にターゲットを絞るとしよう。仕方がないですね。2頭を追うものは1頭も得ず、私はそれで構いません。よっしゃ、そんじゃ作戦開始といこうぜ。Thank you.